はい。私は昨年7月に震災ボランティアとして宮城県に行って、農家の畑のヘドロ出しや被災した住宅の家屋の片付けなどを手伝ってきました。震災から1年8ヶ月経っても一向に進まない復興の様子を見て本当に心が痛みます。ボランティアに参加して地域の絆の大切さ痛感しました。私も地域で PTA の役員や消防団の分団長などをやってきました。皆さんと協力して活動してきました。今国の復興救援対策の遅れ、この政治の責任は大きいと思います。ふるさとの元気を取り戻す、地域の暮らしを守る政治に転換する、それが今度の選挙で問われているのではないかと私は思います。そして私は小さな鉄工所を経営していた経験から、特に農業や個人経営で地域で頑張っている業者の方々がしっかり営業を続けられる、それが地域経済を活性化させることにつながると思います。行き過ぎた規制緩和や消費税増税ではなくて、直接中小企業や農業への支援を行う、こういう予算を増やす政治に切り替える、そのことが求められていると考えています。これまでの経験と地域の皆さんの結びつきを大事にしながら、直接国に地域の声を届ける、そのために頑張りたいと思います。そして私は共産党地区委員長として10年2区の中で日本共産党の地方議員の皆さん、そして住民の皆さんと共同して国保税の引き下げや子どもの医療窓口無料の対象年齢の引き上げなどに頑張ってきました。しかし住民要求の実現に国の政治の壁が立ちはだかっています。今度は国会に出て2区の住民の暮らしと福祉充実させるために全力で頑張りたいと思います。私は日本共産党の一員として、時には頑固と言われてもぶれないで筋を通して行動してきました。粘り強く諦めないで頑張り抜く、それが私の信条です。ふるさと山梨、そして日本に生まれてよかったと言える政治を実現するために頑張ります。